レナインブリート・ソアレスは、ブラジル、リオグランデドスル・シュービアモン出身のサッカー選手。セアラー SC 所属。ポジションはゴールキーパー。ブラジル五輪代表として2008年の北京オリンピックに、政治系として出場し、銅メダル獲得に貢献した。決勝トーナメント1回戦ではカメルーンを破ったが、準決勝では、金メダルアルゼンチンに敗れた。 3位決定戦ではベルギーを破った。2008年、スペインのバレンシア CF と4年契約を結んだ。遺跡金は公表されていない。チームから外されたティモヒルデ・デブラントに代わり開幕の RCD マジョルカ戦で初出場を果たし、聖 GK としてゴールマウスを守っていたが2009年1月18日のアスレティック・ビルバオ戦で右足のハムストリングを痛めて、 途中交代した。春先に復帰したが、その間に移籍してきたセサル・サンチェスにポジションを奪われた。2009年7月27日に一部復帰を果たしたヘレス CD へレンタル移籍した。2009から10シーズンは35試合に出場したが、最下位でセグンダ・ディビシオン降格が決定した。2010年6月4日、フルス SC。 インテルナシオナウにレンタル移籍した。同年のコパリベルタドーレスでは、元アルゼンチン代表のロベルト・アボンダンシェリラを、押しのけて、レギュラーを獲得し、クラブ2度目の南米制覇に貢献した。2013年12月17日、ゴヤスイーシーに移籍した。ありがとうございます。